大谷光水12月27日から1948年10月5日は、日本の宗教家、探検家。浄土新州本願寺派、第22二二世保守、白尺、国営競馬場主。意味縄光水。法名は、鏡女常人。陰号は、信秀院。弟に、新州キュベ派の本山西寄寺第20代保守となる。 木部浩二大谷光明、大谷孫優、妹に、九条武子がいる。妻は、大正天皇の皇后、九条節子の姉、和子。第21世保守、大谷孝孫の長男として誕生する。幼名は、高丸と言った。1885年、9歳で特度。翌1886年、上京して学習院に入学するが退学。 その後、関新八の開いた、教律学者という英学校に入学するもやはり、大学。京都に帰り前田絵雲に学んだ。1900年12月3日日本を出発。1902年8月15日ロンドンを出発。兄弟活動の一環として、再域探検のため、インドに渡り、物石の発掘調査に当たった。 1903年1月14日朝、ビハール州ラージギル郊外で、長らく位置が分からなかった朝日に照らされた、社会ゆかりの霊衆山を発見している。同年に、父、コーソンが死去し、保守を継承するため3月12日帰国したが、探検、調査活動は1904年まで続けられた。これがいわゆる大谷探検隊である。 保守系職後も探検を続行させ、1914年まで計3回にわたる発掘調査等が実施された。保守としては、教団の近代化に努め、日露戦争には多数の従軍不教師を派遣。海外伝動も積極的に進めた。1908年、六甲山六の岡本に、名優、伊藤忠太の設計になる二学層を建て、 探検収集品の公開展示、整理のほか、英才教育のための私塾である、無こ中学、園芸試験場、速攻書、印刷書などを設置、教育、文化活動の拠点とした。1913年に孫文と会見したのを機に、孫文が率いていた中華民国政府の最高顧問に就任した。1914年、大谷家が抱えていた、 巨額の負債整理、及び、教団の疑惑事件のため保守を辞任し、大連に引退した。二学僧と探検収集品もこの時に手放している。現在、これらのコレクションは散逸し、二学僧も1932年に火災で消失した。引退後も、文化活動を続け、1919年には、工事会を設立して、物点原点の翻訳にあたり、 1921年には、上海に時代を担う人材育成のために、作新書院を開校した。1935年2月に、ジャワ島で熱帯農業経営の経験があり、台湾農業発展を協力し、台湾総督府の要請に応え、2週間かかり、台湾を視察に行った。内地に戻り、台湾訪問に基づき、台湾島の現在を著述した。 当年10月、熱帯産業調査会は、台北で、総督府に開催され、また台湾に出席に行った。1939年、台湾高尾が、将来性があると考えそうで、当時まだ郊外であった大港補で、台湾製党株式会社から土地を購入、大谷農園を開発し始めた。また、菜園や果樹園も投資し、レモン、バナナ、 パイナップルも缶詰の加工工場へ運送した。高尾商用園1940年、台湾高尾を港歩で別荘として建設された商用園が落成された。太平洋戦争中は、この内閣で内閣参議、小磯内閣の顧問を務めた。しかし1945年に、膀胱岩に倒れ、入院中にソ連軍に抑留された。 1947年に帰国し、病気療養のため別府に滞在していた。翌年別府にて没した。この間に公職追放となった。生前は神戸二学僧のほか中国の旅順、大連、上海、台湾の高尾、インドネシア、別府鉄林別荘などに別荘を設けた。現在のスマリ Q 公園はその一つで、1907年に、 府内省に買い取られたものでありその大大地として、岡本の二学層がなった。晩年の地、別府では、当時国際観光都市建設を目指し、政府に特別都市建設法の立法に、別府国際観光温泉文化都市建設法として、制定を働きかけていた、市長、脇鉄一に賛同。助言を与え、自ら思案も立てている。荒又広の小説。 帝都物語では、カジギトによる、米英祖の戦争指導者の主殺を画策することになっている。事実と異なる創作ではあるものの、浄土真宗の協議ではカジギトを否定しており、作中の描写はそれに反するものである。映画版の、帝都大戦では、鏡阿光王なる、架空の人物に置き換えられている。また、辻原昇の小説。 許されざる者の,の登場人物、谷照之は、京都に総本山を置く、巨大仏教教団の総家長子であり、災域を探検、調査している。詳しくは、シルクロード探検を、参照、新総版2004年。大谷コレクションは、中国、旅順博物館、韓国国立中央博物館、東京国立博物館、龍谷大学などで分蔵している。 大谷光水と、災域美術日本の美術434号、四文堂に一部紹介されている。公職追放の該当事項は、著者。漢方第5920号、序人及び、事例1903年3月31日。漢方第5398号、宮廷6時1945年1月16日。ありがとうございます。